ございます。はい、ございます。今日は、はい、何をやなよ。勝手に来たよ。こっちの仕事に。何すか。会長が写真集を、はい、撮るんですか。そうです。なので、はい、帰ってもらってます。はい。いや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 。関係ないじゃないですか。会長のね、その写真集撮るってことは、はい、その裏側に。ぜひとも密着 DIY を。じゃあそのさ、はい、猫にうまみ感じすぎてるやん。なあ、俺言ったよな、その何ですか前に、はい、猫取っといたら、はい、回んねんからっつって言ってましたね。その時は、はい、軽んじてたやん、割と。いやいや、ねえ、いやいや、そんな簡単に行くわけないでしょみたいな。もう今猫しかない思ってねえねえ、2匹集まった時のその破壊力にもう恐れおののいてるやん。ねえ、猫チャンネルにしようとしてるやんか。で今日は何、写真集の撮影に密着 DIY です。ちゅうか俺らいつ DIY するの。マジで久しくしてないぞ DIY なあ。会長はもう準備できてるんですか。はい、会長はほらもうどっしり構えてますよ。すいません。もういつでも撮ってくれるみたいな。まあでもちょっと整えますか。ブラッシングするか。いい声好きやな、お前。あ、こいつ、肛門きたな。肛門きたな、こいつ。今日取られんのに。会長、肛門こうかな、会長。お前うんこまみれや。違う種類の写真。なお前モデルがお前うんこまみれあかんだよお前。これうんこなんですね。それうんこや。もう。よいしょよいしょ。取れる、うん、肩かかってんすよ。はい、はい、大丈夫、取れた、うん、取れた、はいよ、取れた。なあ、会長、よかったな。肩についてる、まあちょっとはまだ取れてない。まあ、写真集出すには大丈夫なレベルにはなります。、はい、まだちょっとついてますけど、はい。まあ、肛門レタッチしてもらってアイドルみたいな。そうですね、肛門のうんこだけ消してもらって。編集で、うん、どんなカットあるんですか。そんなやろな。会長仕事やから。こいつめっちゃ会長のこと好きやん。いやね、なやっぱほんま好きや、大好きやね。やばい、捕まった思てる会長が。会長どんな感じなの。会長もなんかやばい、出してくれ。もっと出してくれ。東袋ってやつがいるから。そいつに愛病検定持ってる東袋ってやつがいる。そいつを頼ってくれ。今日は今からどこ行くんですか。今日は今から銀座ですね。銀座、はい、妖精堂という、まあ、モルクの、ね、番組とかのスポンサーやってくれてる、はい、場所貸してくれる。へえ、ね、ちょっとおとなしいもんやね、こいつは。ねえ、にゃにゃ全然言わないっす。言わないっすね。全然違う、もう大人やな、こいつ。今日は大人の魅力を取ってほしいね。もう言っても3歳超えた、次で4歳やね。次で4歳です、はい、もう成人ですから。オスオス、ダンディな色気を取ってほしいですね。なあ、会長、猫の写真集って
結構出されてるもんなんですか、芸能人って。どうなんですか、出してんの知らんけどね。猫の写真集っていうものは世の中にものすごい数あって、うん、でヒット作品もめっちゃあるけど、芸能人の方が出したっていうのはちょっと分かれへんな。というか単純に1匹での写真集ってあるんですか。あるある。へえー、めっちゃ人気の猫。まあ、ちょっとアイドル猫的な感じなのかな。あのジャランド猫。ああ、ジャランなんて会長でええやんと思ってね。こんな可愛いな保険のね、うん、アフラとかあのアヒルのとこ会長でもいいです。全然いいです、ね、全然いいですか。スポーツイングリッシュ今誰。まあ誰なんすかね。あ、中島せなちゃん。いやリトルゾンビズで一緒だ。おー、すごいな。あの子じゃない確か。ぐにゃーみたいなとこ走ってるみたいな最近ない。目に映るで学校の廊下が急にぐにゃーってなってブワーって走るみたいな。あ、会長走ってるのいい。全然いいですね。ポカリ飲めないじゃないですか。飲ますよ。どんぐらい売れたら成功ってもんなんですか、こういうのって。写真集、はい、まあ1万いきゃいいでしょ。1万もいかんと思うで、うん、正直何本すんねやろな最初に。1万もすらんやろな今。すらんやろね。あ、吸った分がまず入ってくるからね、お金。あ、そうなんや。こっちはすりたいけどな。そうそう、すらせれば売れるとかじゃなくて最初は俺らがこれ2万冊は絶対売れるなとか言っときゃ。だから2万冊吸ってくれて、どう騙すかよ出版社の関係は。すでに問い合わせのメールが2万件来てるんですけどと言っちゃえば向こうポーッとなるかも。 あれって。なるほど。普通相場って大体まあ 4,5 千なんですね、はい、その本で考えれば、はいはいはい、俺のメンタル童貞ロックノールが6千冊釣ってたわ、うん、ってなると、まあ、そこまでそれをまず超えることがまず前提やろな、うん、で重版が決まりゃ、まあ、そこからはバイバイゲームとか、うん、あの値段、メルカリとかで値段高騰してるから、うん、あれどうしたの。急に泣いた。めっちゃ泣いた。えがんせよって金の話ばっかり。金でやってんちゃうねんこの仕事って。あれ、うんこの匂いする。んなんかうんこしてない。する。あ、してるかも。ああ、あ、出すか。一回出しますか。ああ、ちょっと待って。うんこ、うんこ吹いて綺麗にしたのに。ここまでなってる。よけ。あ、めっちゃしてる。うんこまみれ。いや、まみれにはなってない。多分そのあれはな、うん、なんていうの。かあ、最悪や。刺激したんかな。製薬みたいなもんや。刺激したんや。俺らが。あら、会長ごめん。結構香ばしい匂いするんですね。結構するね。最悪やん。してね会長。ですよ。めちゃくちゃ綺麗、ね、すごい。はい、でも会長の。会長、おいで。はい、チュール君。会長、チュール、会長、会長。あら、めっちゃ嫌がってる。場所見知り的な、出てますよね。おとなしい。フジテレビの時と一緒で外へ行くと抱っこさせてくれ。ちょっとだけ頑張ろうな。目安についてな。よしよし、はい、よし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 、はい、もうぜひ始めてください。はい、入れてください。どうですか。
中入った。入った。すごい。何なの、椅子？椅子。宣伝もしてますよね。確かにね。さすがやね、偉いな。そこに行ってくれたんだ。なかなかそこには。ね、普通は。これみんなどうなの？あらわ。あらわ、ポスターが。最初はね、ちょっと緊張感ありましたけど、やっぱ早い対応力があいつはつば抜けて、私はずっと2人で車に乗ってて、森田さんの写真集だと思ってて、森田の写真集森田さんの写真集で出すらしいっすよって言ったら、すごいねえ、社長が、あの2人でだからずっとね、いつもお世話になってんだからもうなんとかしようって言ってて、社長の写真集だと思って、そうです、社長になわけないでしょって言うときは。そうか、僕会長持って写真集ですって送ったんですよ。会長森田のことだと思う。ああ、そうかもね。あ、社長から会長になったんだって社長、そういうことか、はい、社長兼会長おはようございます。なんや。おはようございます。なんや。自宅かと思った。怖。なんやねんて。不機嫌ですね、ちょっと。なんやねんて。これあれやろ、はい、こいつのとこのチャンネルやろ。あ、もう出えへんぞ。今日ちょっと。もう出えへんぞ。なんで弱小チャンネルのやつが何言ってんのな。弱小ゴルフチャンネルかな。なんやねん、今日ちょっと密着。いやいや、そんなわかんかん。あ、まあまあ、俺はうっさんといてほんまに今日はあの会長に密着しに来た、うん、いや、進めんといて、もうあかんで。
だから会長には会長取ってくれたらいいけど、俺はもうちょっとやめて。会長に密着してたら、うん、東口さんがいた。俺しか映してへんからあかんだよ。手後ろに組んで取られるつまんない。出たがりやからさ。出たがりや。自己顕示欲の塊やん。あ、全部出てるよ。はい、帰って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 。はい、はい、はい。